山猫が1月13日空港に来るという暗号が大和光一から鶴ヶ崎へ送られていました。もしそれが本当であれば、山猫は今空港の中にいるということになります。空港に来るということになると、空港で働いている人物ではないということが言えます。今人質の中で空港に来た人物は2人、拉致されて連れてこられた武蔵双葉か、米沢弁護士に言われてパスポートと航空チケットを取りに来た三部正夫、つまり北見茂、この2人のどちらかが山猫ということになるのではないでしょうか。北見は空港に武蔵双葉がいるのを見て顔を背けました。なぜ顔を背けたのか、この時三部はどう思ったのでしょうか。なんで山猫がと思ったのか、それともなんで武蔵健一の妹がと思ったのかのどちらかではないかと考えています。そう考えると、やはり怪しいのは武蔵双葉より北見茂ということになります。米沢弁護士もこう話していました。窓口になっているのは北見議員で、私たちは間接的に指示を受けているだけです。北見議員は山猫の正体を知っているはずです。これを考えても、やはり山猫に一番近いのは北見ということになると思います。米沢弁護士も川越署長も山猫を恐れていました。正体を突き止めようとしたものが消されたという話を米沢弁護士もしていました。そして川越署長は失敗したので殺されると思い自ら命を絶ったと考えられます。そう考えると北見はどうでしょう。山猫の正体を知っていると思われる北見は、山猫のことを恐れている様子は全くありません。なぜ山猫を恐れていないのか、自分が山猫だから恐れていないのか、自分が作り出した実在しない人物だから恐れていないのか、例えば全て山猫の責任にしていたということも考えられます。山猫から指示された、山猫がそう言っている、山猫に消された、山猫が実在しなくてもそのように言うことで、いかにも山猫が実在する人物のように思わせたという可能性は十分に考えられると思います。北見自身が山猫なのか、それとも山猫は北見が作り出した虚像なのか、どちらかといえば北見が作り出した虚像なのではないかと考えています。綾部に川越は死んだ、今後は私から直接指示を出すと、メールを送ってきた人物は誰なのか、天道美香が裏切ったということも知っていました。そして直接その人物に綾部が電話をしていました。綾部が電話で話をしているということは空港内にいる人物ではありません。綾部が電話をしている相手は山猫ではないと思います。川越署長が死んで直接指示を出すということは、川越署長よりも上にいる人物ということになるのではないでしょうか。泉さくらに代わって指揮を取った男、大久保警備部長です。綾部に直接指示を出しているのは大久保警備部長で間違いないと思います。川越署長が綾部に送ったメールに報告しろというメールがありました。そして大久保警備部長は無線で真っ先に報告しろというふうに言いました。つまり
山猫側の人間としては、いち早く最新情報が欲しいので、まず報告しろという言葉が癖になっているのではないかと思います。川越所長の報告しろというメール、そして大久保警備部長の報告しろと無線で話したこと、このことから考えて、大久保警備部長は間違いなく山猫側の人間であると考えていいと思います。米沢弁護士が監視カメラを気にしていたのは、今の状況を山猫側の人間が見ているからです。そして、天童美香が裏切ったことを知っているのは武蔵三郎と泉さくらと警察の上層部だけです。それを考えると警察の中に山猫とつながっている人物がいます。それは大久保警備部長だと思います。山猫とつながっているのは大久保警備部長です。大久保警備部長こそ30年前に武蔵健一を消した張本人ではないかと考えています。その理由として丹波愛を殺害したのは川越所長でした。百首事件の犯人も川越所長でした。つまり警察官が殺人を犯している。さらにネズミである新見大河からデータを取り戻そうとしているのも警察官の綾部です。山猫から依頼されて警察が事件を隠蔽しているということだと思います。一つ気になっているのが獣のアジトにあった写真です。この写真を見ると武蔵双葉、武蔵三郎、そして妻の優子、この3人はいますが兄の武蔵健一がいません。武蔵健一の写真がないということはすでに武蔵健一が亡くなっているから写真がないと考えることができるのではないでしょうか。この獣のアジトに貼ってある三部正雄の写真を見るとすでに北見茂と書かれています。つまり獣たちは三部正雄の正体が北見茂であることをすでにこの時点で知っていたということになります。そしてこの中には空港職員の写真もあります。かなり綿密に調べていたことがわかります。今現在は北見が山猫の正体を知っている可能性が高いという米沢弁護士の話から考えても山猫は北見である可能性が高いと思います。あとは北見自身が山猫なのか、それとも北見が作り出した虚像が山猫なのかということだけです。またしても逃亡することになる新空港選挙第7話新逃亡は2月24日土曜日夜10時から放送です。楽しみに放送を待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。